じゃ、こんにちは、豊さん、はい、どのキャッチャーが今日使いましょうどうしました豊さん、今日はどのキャッチャーでいきますか。まあ、大城でいこうか。今日は大城選手ですか。私小林選手でいきたいなと思ってるんですけど、ね、まあ、岸田選手もいます。そうだな、はい、そうなんです。今年は巨人は捕手3人体制でここまで来てますね。まあそうだね、まあ、主戦、まあ、大城選手が、ね、もちろん正捕手というポジションではあるんですけれども、そこに岸田選手だったり小林選手を使う率が非常に増えてきている、まあ、これは阿部監督もコメントできちんとそれらの理由というのは述べられているんですけれども、この中でやっぱファンも論争がたくさんあります。豊さんが賢者みたいになってますね。あのね、阿部監督が来てくれた時に、はい、ベストラインを選んでくれたんだよね、うん、でその時に意外だったのが、守りの上手い人を優先的にベストラインで選んだんだよ、はい、だ面白いなと思って、攻撃型のキャッチャーだった阿部捕手が引退して誰を選ぶかって言ったら、やっぱバッティングよりも守備優先なんだよね。外野で松本選手を選んだんですよね。そうそうそう、まあ、印象的だったのかな、はい、だからそういった意味ではやっぱ守り重視っていうのでは来てるよね。ただね、あの長いシーズン考えたときに、やっぱり守り重視っていうのは正解なんだよ、はい、これは一番こう間違いが起こらないというかね、うん、でバッティング優先でいけば、やっぱそこに守備として少し穴があるような選手だと、そこから水が漏れていくというかね、はい、まあ、そういうことをやっぱ阿部監督っていうのは、やっぱしっかり考えて、それだけは避けなきゃいけないっていうふうにね、はい、考えてるはずなんだよね。うん、これ阿部監督のコメントでも、これ4月13日巨人と広島で巨人がサヨナラ勝ちを収めた代打大城選手の時なんですけれども、はい、試合ね、まあ、大城がね、はい、サヨナラ打って次の日からマスクかぶるかなって思うと、はい、違う、まあ、ちょっと違うんだよね、流れがね。この時のコメントなんですけれども、サヨナラ打を打った大城選手に対して阿部監督は、岸田とか小林のキャッチャーとしての振る舞いだったりを勉強してほしいというので外させてもらってるけど、そういうのを見てどう感じて本人がやるかと思うので、そこを最後ああやって打ったりして貢献してくれているので、彼はまだまだいいキャッチャーになれると思うので期待していますというふうにコメントはしているんですけれども、その小林選手、岸田選手の勉強している様子や振る舞いをもっともっと取り入れてほしいっていうふうに思ってるっていう、まあ、小林はね、はい、すごく研究熱心っていうふうに聞くし、はい、データも含めて頭に入れてると思うんだよね、うん、で俺が一番小林に思うことは、悲壮感がないんだよ。それそうですね、うん、全く悲壮感がなく、ない、いいよおいでって、うん、ここ大丈夫大丈夫って。でもその裏付けっていうのは、自分で研究した結果がそこにあるからなんだと思う、うん、自分でやっぱ分かってないと、あれどうしようかなって迷ったような感じが出るんだろうけども、本当に指はよく動くしさ、うん、悲壮感がない、ないですね。だからピッチャーも、え、大丈夫なのかなみたいな、うん、大丈夫大丈夫おいでみたいな、うん、小林がなんか優しく包む感じがすごくいいんだよなんか聖母マリアみたいなものを感じますね。まあそれ大げさじゃないかいや、なんか本当に安心感、まあ安心感あるな、うん、で岸田、はい、岸田はね、本当一生懸命さが伝わるんだよ、うん、これで大丈夫ですって、うん、だからこれでっていう投げてくださいって、うん、で大城っていうのはどちらかというとちょっと迷い出すな、あのそのピンチと打たれ出したらってことで、うん、だからまあそこら辺がやっぱこう阿部監督は嫌いなんじゃないかなって、まあ、嫌いっていう言い方は変だけども、うんうんうん、そこを改善する、そこら辺を改善しないと守り優先で自分は考えてるのに、うん、そこに追いついてこないよっていうことをやっぱ示してるんだと思うけどもね、うん、まあ、ただその大城を使うとやっぱバッティングという面でさ、うん、点を取るという面ではすごく利があるんだよね。もちろんそうです、ね、でまあ小林も頑張ってるけどね、岸田も頑張ってるけども、はい、やっぱ大城のその破壊力のあるバッティングから考えると、うん、まあ、ちょっと違うんだよね。バッティングの質がやっぱり1枚も2枚も上手というかさ、だからそこら辺をあえて使わないで我慢をしてるっていうのはよっぽどなんだろうなと思う。ちょっとこれ面白い数字が出てるんですけれども、
小林捕手、大城捕手、岸田捕手でそれぞれマスクをかぶった時の各ピッチャーの防御率なんですけれども、はい、小林捕手、菅野投手と今年は、ね、菅小林で組んでますけれども、はいはい、防御率が3試合で菅野投手 0.44、はい、で2勝0菅野だけ2勝0敗いや違います、あと戸郷投手とも1試合、ね、はい、かぶってます、はい、で戸郷投手に関しては防御率 0.00 でさらに高橋礼投手とは2試合組んでいて防御率 0.75 トータルで小林選手がこう打てる時というのは0.46 という防御率がで大城選手は山崎伊織投手と2試合組んでいて防御率 2.84 で戸郷投手は3試合マスクをかぶっていて 3.00 高橋礼投手とは2試合で防御率が0でグリフィン投手とは2試合で 0.87 でメンデス、ま、これメンデスが、ね、調子悪かったんですけれども、はい、1試合で 9.00 ということで井上投手が抜けていますがこれ、合計すると 2.80 という防御率で志田捕手は 1.21 という防御率ということでこの数字だけ見るとやっぱりまあ面白いなというか阿部監督がやっぱり守り重視というかなんて言うんでしょうね、まあ、たださ、はい、あのなんていうの先発ピッチャー、うんね、ある程度抑えて、はい、ロースコアになると、うんねまあ、打つことよりも守ること、うん、考えて戸郷と菅野と、はい、マスクをかぶさせる、はいまあ、高橋礼も調子いいよね、はい、だけど大城がかあのマスクをかぶってるっていう時は、うん、やっぱこうある程度点がいるぞっていう時なんで試合的にいや試合的に、はい、だからお前行けみたいなお前打ってこいみたいなあ打者としてのってことを使い回り方ですよねこれねキャッチャーにいろんなキャッチャーに聞くとさ、うん、古田捕手も、はい、安倍捕手もそうだったけど最初はねリードってボロカス言われてたんだよ、うん、野村監督が野村さんが、ね、気に入るようなリードってもう多分自分しかなかったと思うんだけどあの大捕手の古田も言われてた、うんで安倍監督もその当時、うん、出始めの頃っていうのは言われてた、うん、でもどうやって口を封じてきたかというと、まあ、例えば古田が首位打者を取る、うんね、打てる捕手に変貌してから何も言わなくなったんだああそうなんですねああ言われなくなった、うん、ということは大城の打撃ではまだ中途半端なんだよあまだか突き抜けなきゃいけないってことですよよーし俺30本打ってやるともう打撃にしよういやいやもう本当にいやいやそんなキャッチャーの努力なんかできないよって、うんうんうん、そう分かんないもんって言うんだったらもう30本打つしかないそうですねそうすれば打者として使われますよいやそう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 、うんうん、いやそしたらもうね7回ぐらいになって8回ぐらいになったらお小林誠司いけそうですねそんな感じになるよまあ、だけど、まあ、確かにこれだけ顕著にね、うん、数字が現れるこの前井上春人と、はいそうですね、初回あの初回4点取られた時に、はい、その時に達川さんがやっぱり言ってた、うんまあ、リードも含めて大城の力が落ちてると、まあ、キャッチングも含めてあ俺どうしたんだと、はい、こんなキャッチャーじゃなかったはずだと、いうようなコメントをねちょっと人から聞いたんだけども、はい、やっぱりこう達川さんも心配してたけどさ、うん、使われなかったら落ちるんだよ、うんうん、大城は、はい、小林捕手は使われなかったら貯金をしていってるわけよ、うん、そ, うでそうだったんですよまさにそうそうそう去年までいやだから大城は使われない時に時間があるわけだからやっぱ勉強してほしいな、うんうんそれはやっぱり例えば小林選手だったりのどういうふうな組み立て方をしてるんだろうとかどういう振る舞いをピンチの時に醸し出してるんだろうとか、うん、そういうことの勉強っていうことですよね一番いいのは、はい、安倍監督が現役時代のリードの仕方、うん、振る舞い、はい、それをそっくりコピーした方がいいそしたらコメントとかある安倍監督どうですか大城の今日は大城選手がかぶって勝ちましたけど、うんいやそうだな昔の俺を見ているよみたいなそういうコメントだといいじゃんそうですねいやだから完コピするぐらいですよねそうそうあのいろんな資料が残ってるはずだから、うん、安倍監督が現役時代にどういう振る舞いをし、うん、どういうふうなリードをしていたのかっていうことが、うん、やっぱ使われる一番の早道だよね、はい、自分のコピーを使うでしょいやそうですねそだし人の真似だったりとかいいところの真似を取り入れることから人間って始めるのでやっぱりそれって大事ですよね、まあ、大事だと思う、うん、同じ左バッターだし、はい、だからそれが俺は一番いいのかなってそうです、ね、もう
小林、岸田っていう風に2枚で行こうとしてるところを割って入ろうとしたら、やっぱそのぐらいの努力はしないと代打で終わっちゃうよね。本当そうですよ ね、まあ、去年まではやっぱ原監督の時はやっぱり打てるキャッチャーということで大城選手がほぼほぼマスクをやっぱりかぶってたけど、小林さんが全く出なかったからね。全くほぼですね、あのスタメンでは出ましたっけ、まあ、1、2回はあったと思うけど、まあ、あとあの守備固めというかっていうのはありましたけど、でもその間も小林選手は出られなくてもベンチでその野球のノートに勉強してたっていうのも多分は阿部監督は見てたんでしょうね、去年コーチとして。それを指示してたかもわからないしな。ああ、そうしとけよ。時間があるときにやっぱそういう蓄えをしとけよって言ったかもわからないし、だからな、俺は大城がキャッチャーとして、まあ、レギュラーだなと思うし、点が入らない点が入らない、それは大城使わないと点入んねえよなみたいな確かに、ね、確かに、ね、だからなんていうのかな、でも大城が本当に阿部監督の目にかかってかぶれるようになったとしたら、またちょっと違った強さが出てくるかもね、うん、ジャイアンツはね。そうですよね、うん、だからもったいないよね、このままじゃね。だ逆に言うと本当に巨人が今なかなかね得点ができないとか、まあ、言われてますけれども、このキーになるのは大城選手の力にかかってるのかなっていう、可能性はあるよね。そうです、そうです、うん、可能性はあるよ。だって今頼りになるのは、まあ、本当に言えば坂本とあの岡本ぐらいかなと思うよね。まあ丸はねちょこ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 やってくれるけど、うん、であと一人大城でしょ。そうですね、長打を受けるのはだとしたらね、うんうん、だとしたらそうですね、星としてのリードだったり。でも阿部監督のね、そのやろうとしてる野球がちょっと違うからね、やっぱ守りの野球、うん、でもうとにかく僅差でもいいから勝ち切るっていうような、うんうん、だから防御率がいいでしょ今年。いいです、ピッチャーダントツですね、いいし、うん、だからまあ目指してるその防御率まではいってるはずなんだ、うんはい、そこで大城がかぶってボロボロになっちゃうと気に入らないんだ、うん、であのストッピングとかももうピッチャーのバンバンのそれそうなのを小林選手がバンバン止めるんですよ。いや俺大城も下手じゃないと思うよだから本当にリード面だと思うよ。あーリードかピッチャーの、うんうん、そうか、まあ、リードな、まあ、難しいけどね、投げてくるのがピッチャーだから。そうですよね、うん、だからまあ難しいけど、うん、監督が決めるからねスタメンはね、うんうん、とか、はい、いやだからそれはやっぱ監督が望んでるようなことを出してこないと使われないということだからさ、まあ、頑張るしかないよね、後ろは ね、 そうね、やっぱりその、ね、得点が取れない取れない取れない星となっても、やっぱりそこに大城選手をキャッチャーでスタメンであえて起用してないっていうことは、やっぱり今年の目指してる野球ってことは守りとかつなげる1点僅差でっていう、まあうん、だけどあの阿部監督のさ、うんまあ、サヨナラヒット打った大城へのコメント、うんはい、これは愛があると思うよ、うん、俺はもちろんね、うん、だ俺はそう考えてんだよっていうようなことをやっぱこう示してくれてるし、うんはい、ヒントを与えてくれてるわけだから。そうですよね、だからそこら辺はやっぱ大城が答えを出していくかどうかだよね。逆に言えばまだまだその、ね、伸びしろがあるっていうことですもんね、大城選手には。まあもちろん、ね、それはすごくプラスに取れることなので、ここで本当に変われるか変われないかで、巨人の今年の順位であったり大城選手の人生っていうのもまたなんか変わってくるのかな。そうだな本当人生を揺るがすよね。そうですね、今年は、うん、いやだからとにかく勉強だよ。そうですね、うん、はい、まあ頑張って、はい